バレリー・セルゲイ・エビチキチンは、キルギスとロシアのサッカー選手。キルギス代表。ポジションは DF。FC ・ジャララバードで選手となった。2010年に FC ・ドルドイ・ビシケクに移籍。2013年2月27日に FC ・ボルガニジニノブゴロドに移籍。FC ・ヒミク・ジェルジンスク、FC ・ウファーに期限付き移籍した。2014年7月2日に3年契約で FC。 アンジマ8からに完全一席。2015年1月に FK チュメニに期限付き一席。2015年6月30日に双方合意の下、契約を解除。その後チュメニに完全一席。2016年に FK エニセイクラスノヤルスクに完全一席。2019年7月に FC ディナボミンスクに完全一席。2020年2月17日に FC トルペド。 モスクワに完全一席。同年夏に、エニセイクラスのヤルスクに完全一席。2011年7月23日に行われた2014、フィファワールドカップアジア二次予選のウズベキスタン代表戦で代表初出場。2016年8月30日に行われた、カザフスタン代表との親善試合で代表初得点。聖教会を進行している。19歳で、 ロシア国籍を取得、ありがとうございます。